にこれで本当によかった。親に帰った。この街、東京は皆さんにとってどんな街ですか？私にとっては、島根新人にとっては間違いなく夢が叶う場所で、夢が叶いました。ここでうまくいったなら他のどこでもやっていける。秋高田市でもうまくやってこれると思います。今度はここ首都東京で都知事としてやっていきたいと思います。こんにちは、日本見守り党の東雲真子です。2024年7月6日、長かった凱旋活動が終わりました。岸丸真嗣は最後のマイク納めで東京への思い、そして東京都知事になる宣言をしました。まずはこちらをご覧ください。最後の街頭演説の場所をここにしたのは私のわがままです。どうしてもここにしたかった。その理由を少し説明します。この場所、東京駅、皆さん初めて来た時のことって覚えてますか？いつ何のために東京駅に来たか、東京の人はなかなか思い出せないんじゃないでしょうか。それこそ小さい頃来たのが最初だったり。私ははっきりと覚えてます。それは銀行の入校式、いわゆる入社式の時です。それまで関西で就職活動も内定式もあったのかな。ずっと西だったんです。それが初めて全員、同期は当時250人だったと思います。初めて一堂に会して、あの建物の地下の講堂で入校式を行います。そのために新幹線に乗って東京駅に降りたんですね。それまで一番大きな駅って大阪駅でした。でも東京駅の大きさ、ビビりましたね。そして人の多さ、なんだこれ、一体東京って何が起きてるんだろうと驚き、戸惑いました。そこから私の本当の意味での夢が叶い出したんです。一番最初は兵庫県の姫路支店に配属されました。でそれで2年半法人営業っていうのをやったんですね。でその時にリサーチの仕事がしたいと、アナリストになりたいって手を挙げました。で本当に幸いなことに自分の願いが叶い、3年目に本部に異動になります。そこでまたここに戻ってくるんです。配属された部署の経済調査室、当時の室長に確認して、車椅子の方が入られる1つ目かな、2日目かな、声をかけてもらったんです。石丸君、ちょっと飲みに行こうか。はい、行きます。どこだろう、何なんだろうって思ったら丸ビルだったんです。丸ビルの36階のフレンチ、うん、ほうほうみたいな、初めて登りますよ、36階まで。こんな場所にご飯を食べに来ることがあるの？その後急いで親に連絡しましたよ。36階のフレンチ食べた。親何のことか分かってなかったです。でもね、本当にそれが印象的で、あの高いフロアからね、夜景が皇居を見渡せるし、東京駅も当時はまだ改装をしている時かな、完成する前です。それを一望して、あ、自分はついに自分の夢をしっかりと歩み出したんだなと感じました。ちなみにその時
その上司に一番最初に褒めてもらったことがあるんです。何かっていうとチキンの食べ方、アラカルトで頼んでフレンチのチキンをねオーダーされたんですよ、上司が。で出てくるじゃないですか、普通に何だろう、足のついてるチキン、クリスマスとかになってる、食べにくいじゃないですか。で、まあ、で自分が若手だし、こうナイフとフォークで切り分けたんですよ。そしたら、しばらくチキン食べるとうまいねって、あの時ほど親に感謝したことないんです。うちの家庭、本当に褒めるところがない普通の家なんですね。分かりやすく伝えると、世帯年収4、500万の将来3人いる5人家族、つつましくずっと育てられました。ただ行儀だけはよくしろと、外に出て恥をかかないように、箸の使い方、ナイフ、フォークの使い方、それは厳しく教えられました。でもその会がなんと丸ビルの36階で発揮された。親に感謝。でもね、これオチがあって、家でチキンってそんなに食べることなかったんですよ。ケンタッキーフライドチキンぐらいかな。なんでかなと思って大人になって、まあ、しばらくしてその後からたまたま話に出たんです。なんとうちの父親、鶏肉が嫌い。ただうちの母親がそれ巧みに隠してたんです。晩ご飯に出さない、ね、子供には好き嫌いするなって言うんです。でも両親の見事な連携プレーによって、ね、苦手な食べ物食卓に登らなかった。ただフライドチキンは好きだった。そんなこんなで石丸真二は、あの本部でアナリストのリサーチの仕事を始めます。その後、ちょっと細かいんですが言わせてください、移動するんですけど、次の部署が債券市場のアナリスト、マーケット、金融市場の担当に移るんですね。そこに連れてってくれたのが、さっきのチキンを褒めてくれた上司。鶏肉のさばき方から仕事ぶりも認めていただけたのか、自分が移動するところに連れてってくださったんです。その債券の部署、アセット、資産として、これ公表されている数字です。当時40兆円を運用する部署。そこのアナリストに自分を連れてってくれたんです。そして、次のキャリア、カマセアナリスト。ここで私はニューヨークに赴任します。ニューヨーク駐在。銀行として初めて作るアナリストのポストだったんです。あの銀行で初めてということは日本初なんです。為替アナリストをニューヨークに置いたのは。そのポストができた際に石丸真二を押して送り出してくれたのもその上司です。石田さん、本当にありがとうございました。その人に本当にたくさんのことを教えてもらいました。その方がいつも言うんですね、ノブレス・オブリージュ、フランス語なんですけど、もともとの意味は高貴なるものの義務という意味なんです。でもその時に使ってたのはどちらかというとスパイダーマンです。大いなる力には大いなる責任が伴う。自分たちは金融でメガバンクで、その中でも三菱 UFJ 銀行で働いてるんだと、国家のために、世界のために仕事をするんだと、その心意気をずっと学んできました。でもその思いがあったからニューヨークに赴任して、まさにフラッグシップ、日の丸を背負った思いで仕事ができました。
北はカナダから南はチリまで年間100日、正直この17日間に負けないくらい忙しい、そして集中してた時間です。その時いろんな都市で共に働いた日本企業の皆さん、本当に戦友です。志を同じくする同志、会社は違えど、しかし共に日本のために働き戦った、その思いが今の自分を形作っています。だからです、帰国してまた東京で働いているときに地元のニュースが耳に入った。地元で政治が大変なことになってる、なんとかしろよ思いました。しかし小さな田舎町なんで誰にもどうにもできないので察しました。だったら自分がやってやろうかと、いやむしろこの時のために石丸伸二はそれまでのキャリアを積んできたんじゃないかと、それに違いないと思えることができました。そうして飛んで帰って市長になったんです。全てはこのためにあったんだと、自分の人生の使い道が見つかりました。そこで全てのキャリアがある意味で実を結んだんです。その全ての出発点がここ東京の丸の内です。改めて思います。ここに来れて本当によかった。皆さんに最初に聞きました、東京駅に来た時のことを覚えてますか。なかなか覚えてない方多いと思います。ではちょっと違う聞き方をしています。この街東京は皆さんにとって石丸伸二公式どんな街ですか。生まれた時から東京にいる人もあれば、途中から学校や就職で東京に出てきた方も多いと思います。皆さんにとってこの街ってどんな場所ですか。私にとっては、石丸伸二にとっては間違いなく夢が叶う場所です。夢が叶いました。きっと多くの方にとってもそうなんだと思います。そしてこれからもそうであってほしいと願います。ニューヨークにね、行くと絶対に聞く歌があるんですよ。ニューヨークニューヨークっていう歌が、聞いたことあるかな。その中でね、こういうフレーズがあります。ここでうまくいったなら自分はどこでもやっていける、ニューヨークニューヨークっていう、ニューヨーカーが大好きな歌なんです。それは自分自身を鼓舞する歌であると同時に自分を安心させる、そんな歌です。私にとってのニューヨークはここ東京です。東京東京、ここでうまくいったなら他のどこでもやっていける、秋田からしでもうまくやってこれたと思います。今度はここ首都東京で都知事としてやっていきたいと思います。
でしたか。この17日間本当にたくさんの街頭演説を行ってきました。この活動が東京を動かしたのか。7月7日の投開票を待ちましょう。さて皆さんはどう思いましたか。コメント欄で感想を教えてください。またこのチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。